はい、じゃあ次の質問になります、はい、4番目2021年今年の推しの選手、もしくは監督、お二人にお聞きしてみます、はい、はい、じゃあフリップをお出しください。せーの、ドン、ドン。シンディさんめちゃめちゃ推しでしょ。全部監督じゃない。確かにさ、人数制限なかったけどさじゃあもし、シンディさんからお願いします。その推しの監督たちを、はい、監督かって書いてあったんで、もう本当に推してるのは監督なので全部監督にしてきましたけど、まあ、もちろん我らがモンテリオ山形の石丸監督に始まり、そしてやっぱりヴァンフォーレ甲府のね伊藤監督ですね、そしてワイスのシュタルフ監督、ちょっとまあマニアックっちゃマニアックなのかもしれないですけど、すごいね、もう素敵なんですよ皆さん、もうそれぞれ、もう本当伊藤監督は本当にシャツをすごく本当に注目してほしい、白シャツ、すごいおかしくて、この前新入団会見で信じちゃから LINE が来たんですけども監督のスーツの中のカーディガンの金ボタンが素敵みたいなのが来て、あれもそんなの見てないよみたいな、わかんないよみたいな、よく気づいたなと思って、写真をめっちゃ大きくしてあ、これ絶対カーディガン、黒のカーディガン着てると思ってめっちゃこうやって見てたんですけど、それをいじりさんに送って返事がなかったっていう、ごめんなさい、スルーしちゃったいや、あれはでも困りますよね、私も送ってたら、いや私仕事してるいじりさんに、そんなことないんだけど受付してて全然見えなくてあ、よくシンディちゃん見つけたな、伊藤監督がカーディガン着てて、しかも金ボタンってと思って、そういうとこばっか見てます。あとまあシュタルフ監督は昨シーズンなんかサメの、はい、なんかジョーズみたいなマスクされてて試合中ですよ、でもすっごいそれが素敵で、これ繊維立たれちゃう、本当本当に映画見てるみたいな、もう立ってるだけでも映画映画のワンシーンですか、ダゾーンでもちろん見てたんで、もう映画見てるみたいな、本当に素敵、もう今シーズンもめちゃめちゃ私は注目していきます。あとまあもう普通にイケ監督、イケメン監督ということでリカルド・ロドリゲス監督はもうずっと推してたんですけど、実は言ってないだけで、まあ、有馬監督もこのなんかいいんです、もうねこの何でしょう、私ちょっと年上がちょっと好きなので、どうやっても選手よりちょっと監督に行っちゃうんですけど、あとまあ片野坂監督のね、飴舐めるとこも好きです、あと柳下監督も本当に好き、もう怒ってる姿もめちゃめちゃ好き、もうちょっとしてるとこももう好き、もうたまんない、もう話長くなっちゃう樋口監督 もう、ね、まあ、でもみんな好きなんですよ、樋口さんこの刈り上げがすごく、あ、分かる分かる、あ、すごい、はい、すごい見ちゃうサイド、はい、いいですよね、はい、爽やかですよね、監督トークはねもうキリがないので、実はねこの先日私たち、はい、まあ、オンラインの身をちょこっとしまして、ここでね、まあまあ盛り上がったんですね、監督のシャツが素敵とか、はい、そのどうでもいいような、もう 服がねあれが似合うこれが似合うみたいな、ちょっと盛り上がったので、はい、ちょっとこれまた別の機会に監督ファッションチェックみたいなのやったら面白いかなみたいな、ぜひちょっとそれはまた別途企画しましょう、はい、そしたらちょっとこれだけ、はい、これから、はい、開幕するということでこれだけ、まだ季節寒いじゃないですか、ぜひとも 1,2,3 節あたりまでは各チームの監督の上着をぜひとも皆さん見てください、コート派なのか、ね、じゃあ普通にジャージ派なのかベンチコート派なのか、そういうとこすごく楽しんで、マフラーしてるかとかね、マフラー、あー、いいですね、何色のマフラーとかね、秋田のクラブカラーをちゃんと入れてるんだとか、そういうのぜひ皆さん見てください、はい、これでね、多分マニアックな人きっとね、統計取ってる人いると思うんですよ。ちょっとぜひともお呼びしたい。それなんかそういう人ちょっとシンディさんに連絡ですよね。開幕でコート何人、ジャージ何人、ベンチコート何人みたいな。ちょっとね、こう統計取ったのをシンディさんの SNS にご報告をお願いします。そうですね。そしたらそれを元に、はい、そうですね、こちらをまた新しく分析させていただきます。そうですね。すいません、トークも長くなりそうなので、はい、どうぞ、はい、じゃあ次いじりさん、私は本当に、はいはい、他のチームからもすごくファンが多いんですけども、三平選手、
はい、っていうのも私まだ一度もお話ししたことないんですけども、ちょっと感動したことがあって、あの新入団会見の前にいつもオリエンテーションっていうのをするんですよ。バンフォーレ甲府はもうスタッフとか選手とかアカデミーのスタッフコーチ、私たちみたいなフロントスタッフ全員が揃って、あの社長の言葉とか GM の言葉、あの監督の言葉とかを聞いて気持ちを一つにするんですけども、で一人一人こう、じゃあ営業部の石井真理子とかあるじゃないですか、名前呼ばれて入ってたって、あのよろしくお願いしますって言うんですけども、あの三平選手のはいっていう声がすっごい大きくて、いやこれはあのみんな見習いたい、この引きつける力というか、やっぱ返事が大きいというのはとてもいいことで、あのみんなあの良いことみんな真似してほしいなと思って三平選手にしてみました。はい、もう今年はもう注目の選手ですね。はい、はい、返事の大きさに注目したいです。返事の大きさに、はい、皆さん注目してください。はい、はい、じゃあ次の質問いきます。5番目、2021年アウェーで行ってみたい場所、お二人に書いていただきました。じゃあフリップを出してください、はい、せーのドン。もうじゃあイジリさんからお願いします。はい、あの本当に今年あの応援バスも全然出なかったし、一度も私アウェイ行けなかったんですよ。でアウェイ行けない辛さ、家でお父さんとお母さんと見る画像もいいんですけれども、一度もどこでもいいからだ、あのアウェイに行かせてください。アウェイに行きたいです。場所は選びません。でもシティちゃんは山梨来てね。行きたいです。もうはい、シンディさんお願いします、はい、もう本当にもう個性の道はもう頭に入ってます。電車乗ってどこで乗ってどこで降りて、そこからバス乗って、であその前にあのフォートを食べるんですけど、それでバス乗って、行って、それで何食べてどうしてって、もうルートが今もちゃんと頭の中に思い描くくらい、もう甲府さんはもうルートができてるから、もうすぐにでも私行きたい。甲府もサポーターさん友達いっぱいできましたよね。いや本当そうなんですよ。皆さん本当に優しくて、なんでこんなに優しくしてくださるんですかっていうぐらい優しいんですけど、ありがとう。シンディちゃんのイベントとかも甲府からみんな行くんですよ。見に行くんですよ。んですよ、新宿でやった時もね、バン君があのゲストで出てくださって、こんにちはサッカーというイベントをやってるんですけど、みんな来てくださって、びっくりしちゃって、みんな東京にいるサポーターさんなのかなって思ってたら、みんなも電車乗って新宿に来てくださって、ありがとうございます。もう嬉しい。で本当に行きたいです。待ってます。はい、ありがとうございます。あとまあ他、まあ、この3つを挙げたのは、あの一番なんか皆さんに来てくださいとか、1回行った方がいいよって言われる率がすごい高い、ちょっとトップ3を挙げさせていただいたんですけれど、もちろん全部制覇はしてないので、あの行きたいアウェーはもうめちゃめちゃいっぱいあるんですけど、私も行きたい行きたいってもう何シーズンも言ってて、まだ未だに行けてないので、あのちょっと行ってみたいスタジアムですね。あ、京都行ってみたいな。はい、なんかみんな行った方がいいよって、一回は行った方がいいよって言ってくれます。でも全部行きたいんです。はい、でもまああげるとして、はい、はい、でまだ甲府さんは行きます。ありがとうございます。いやいやいや、ね、そうですね、京都とかね、あのやっぱり新しいスタジアムなんで、うん、あのぜひ私も行ってみたいなって思っているところですね。じゃあ京都を3人で行ってロケしましょうか。科捜研の女ツアー。科捜研のじゃあロケ地ツアー亀岡のスタジアムに行くっていうちょっと希望を持ちながら、2021年ちょっと楽しみにしましょう。はい、じゃあ6番目の質問です。2021年、はい、アウェー参戦して食べてみたいスタグル、お二人に書いていただきました。せーのドン。はい、はい、じゃあシンディさんからいきましょうか。はい、はい、私あのこれはもういつも実はケースタに行くといただいてるんですけど、ミトホーリーホップさんのこのコーヒー牛乳なんですよ。これがですねめちゃめちゃ美味しくて、1本確か100円だったんですけど、一応牛乳とコーヒー牛乳と2種類あって、ホーリーくんの絵が描かれてるんですけど、これがあの私毎回行くと3本買ってるんですよ。え、すごい。1本が試合前で、もう1本は、まあ、ハーフタイムで、もう1本はあの家に持ち帰りで
3本買って、あとまあ一緒にあの芸人仲間行った時はみんなにもこれ美味しいからこれちょっと飲んでみたいって言ってあのみんなにあのどうぞどうぞって振る舞ってます、はい、これはあの毎回、はい、お決まりで、もうほんとめちゃめちゃ美味しいんで、もしまだ飲んだことないよっていう方いたら本当に飲んでくれます。パッケージも可愛くて本当お手頃価格でおすすめです。あとはもうね、行った先どれぐらい行けるか分かんないですけど、行った先々でいろんなものはちょっといただきたいなっていうのは思いますけど、まずはこれ私毎回絶対買うおすすめのコーヒー牛乳です。はい、ありがとうございます。はい、飲んでみます。はい、はい、ぜひぜひ。じゃあイジリさん、なんか写真いっぱい、はい、いや私はね、その、はい、もちろん甲府の人間だから甲府のスタクル来てほしいんですよ、うん、でも、うん、やっぱ他のチーム、はい、あれ去年はね、あの、はい、行けない、あの私全然アウェイに行けなかったんで、あのバンクン会っていうあの本当非公認の団体があるんですけども、そこの皆さんに、うん、あの教えてもらったら、うん、FC 岐阜のスタグルは本当に充実していますよっていう風に言われ教えてもらったので、うん、でもね、その、はい、うん、そう来てくださいね。はい、でも やっぱり一番は、はい、焼き鳥。焼き鳥ココフーズの焼き鳥。どこで売ってるんですか、スタジアム。あのスタジアムで煙が出てるところから売ってるので探してください。スタジアムの外で売ってるんですか。外ですね、はい、あの煙が出てるところがこの焼き鳥売ってるところなんで、うん、2カ所あるんで探してください、はい、なんていうお店ですか。コッコフーズさん。コッコフーズさん、はい、沢口靖子です。みんなで焼き鳥パーティーしませんか。沢口靖子ですって言ったじゃないですか。いやいや、急にだって。いや、ちょっと私がやればさ、本家がやってくれるかなと。本家。ありがとうございます。焼き鳥パーティーしよう。似てる、やっぱり。本物違いますよね。いや、本物じゃないんですよ。本物じゃないっけ。シンディです。分かんなくなってきちゃった。いや、分かりますよ。でも分かりますよ。私はこの焼き鳥パーティーには黒柳徹子さんに来てほしい。焼き鳥パーティー。イジリさん、お元気ですか。お久しぶりですね。あんた、あの焼き鳥今召し上がってるの。おいしい。おいしいの。すごくおいしい。それな何食べてるのそれ。これ。あ、そうですか。イタコマーシャルです。でも瀬戸内役所さんにもね、食べてほしいんですよ、この焼き鳥。本当にね、イジリさん、あなたはね、本当にあの無茶ぶりがね、とてもね、お上手ですからね、私もね、ついついね、これやってしまいますよね。あの本当にね、皆さんね、今年はね、本当にね、もう健康第一です。どうも。あのでも、平野レミさんが作った焼き鳥とどっちが美味しいですかね。あれ、それね、私がね、それね、バーってね、作ったのがね、絶対美味しいからね、それさ、焼き鳥ってさ、これさ、くじに入れてさ、こっちさ、くじ入れなくても、もうそのままでバーって焼けばいいからさ、もう何でもいいよね、口入ったらもう焼き鳥。ありがとう。これ全然あのスタグルのちょっとあの答えになってない感じはしましたけども、ちょっとこれ皆さん私別に大丈夫、あのいやモノマネ見た方だけなんで、モノマネでお得な感じになりましたね。はい、はい、じゃあスタグル楽しみましょう。はい、今年はね、美味しいスタグルを食べて、はい、あの年末にルヴァンパーティーできるようにいたしましょう。はい、じゃあ次の質問です。7番目、2021年、まあ、作ってみたいもしくは欲しいグッズ、お二人に、書いていただきました、はい、でイジリさんはね、以前グッズスタッフだったっていうこともあるので、まあ、ちょっとどういうご意見かなっていうのと、シンディさんの方は、まあ、サポーター側の気持ちとしてこういうのが欲しいっていうのがあればと思いまして書いていただきました。はい、お二人お出しください。せーの、ドン。はい、じゃあシンディさんからいきましょうか。はい、まあ、昨シーズンからそうなんですけど、まあ、あのサッカー観戦だけではなくて普段のもう生活から皆さんあの手の消毒をどこに行っても多分もうされてるじゃないですか。あとはもう皆さんカバンの中に今あのちょっとミニボトルとか、はい、消毒の持ってると思うんですけど、それのなんか各クラブのなんかマスコットがプリントされてたり、多分ちょっとまあ難しいんでしょうけど、クラブマスコットのこう肩取りされてるのとかの入れ物に入ってるアルコールジェルとかがあったら、なんかお子さんとかもなんか、ね、バン君バン君だーって言ってこうなんか使って楽しくこう使えたり、大人の皆さんも
ね、応援してるクラブのなんかこうマスコットのがあったらすごい毎日使うものだからなんかいいんじゃないかなと思って。 あります？もうないと思います。ないですよね。ないですか。多分もう今シーズン出るのか出るんじゃないかと思ってます。ないかな。でもそれこそさっきの日之助くんのジェルがあったらすごい効き目ありそうじゃないですか。不死鳥だし。確かに。どこ？あっちでも出世もする。出世もする。そう、出世もするアルコールジェルですみたいな。いいかもしれない。いやでもなんかあったらいいなって。キャップの部分がそのクラブの色だったりとか。なんかラッピングがクラブのなんかロゴとかエンブレムとか書いてあってもなんか男性も女性もあの J リーグの、まあ、ライセンスの事業部の案件ですね。なるほど、まあ、もしあったら欲しいなと思います。はい、これ、ね、ちょっと見てる J リーグのスタッフの皆さんが考えていただけることを願ってちょっと作っていただきましょう。はい、はい、じゃあイジーさんお願いします。はい、私は、フォーレちゃんの食べ物がないんですよ。バンク焼きっていうのあるんですけども、フォーレちゃんのがないからフォーレちゃんの食べ物とか、あとのサポーターさんでフォーレちゃんのパンツの形をしたポーチを手作りで持ってる方がいて、すごい可愛かったんで私も欲しいと思って書いてみました。パンツ型は何でもいいんですよ。パンツの形をしたポーチ、その方はポーチを持ってたんですけども、別に何でもパンツの形でしたクッションとか、パンツをしたパンツでもいいし。それはもう、よくわかる、パンツ型パンツとか。ちょっとね、グッズ担当のスタッフさんに、もう要望を出していただいて、ぜひ、はい、ね、いただければと思います。可愛いと思う。はい。フォーレちゃんは、なんか、好きな食べ物とかないんですか？フォーレちゃん自身。なんだろう、信玄餅とか桃とか好きだと思うんですけどね。なんかそういうので引っ掛けられれば面白い。あ、そうですよね。ね、ちょっとそれはじゃあぜひいじりさんが今年実現して、はい、はい、あ、私実現しないです。担当山地なんで。はい、わかりました。はい、ぜひちょっと営業だから営業、はい、じゃあ社内でぜひ検討してください。はい、はい、次8番目、2021年、はい、J1、J2、J3 優勝チームの予想を、このお二方にいただきました。はい、ちょっとね、はい、あんまりこの優勝予想っていうトークの感じでもないんですけれども、まあ、一応ね、この J リーグを語るということで、聞いてみました。はい、お二人お答えください。はい、せーの、ドン。おお、思った。熊本。あ、本当だ。ロアッソかぶりましたね。じゃあシンディさんからいきましょうか。はい、はい、ちょっと悩んだんですけど、あ、 J2 はもう完全に、はい、すいません、自分の推しチームなのでモンテリオ山形でも、はい、これはもう これで、はい、いきます。で J1 はすごいちょっと悩んで、ちょっと他大分とか清水とかもちょっと考えたんですけど、私ちょっと、まあ、名古屋がねちょっと今シーズンは勢いが今のところですよ、まだ、はい、今1月なんですけど、今のところ私の中では名古屋が勢いあるんじゃないかな、プラスそこになんて言ったってもシャチファミリーが、はい、が一緒に乗っかって、私多分めちゃめちゃ今年グーンっていうシャチファミリー推しの名古屋グランパスそのままずっこん優勝みたいなのがなんか見えるっていう、見える見える。で、ロアッソ熊本は何でしょうね、サポーターさんのそのなんか、まあ、何人か知り合いもいるんですけど、クラブのなんかこの毎シーズンドカンってくるのが、私今年はもう本当に一番来るんじゃないかな。すいません、なんか内容が薄いんですけど、まず熊本さんの底力みたいなのが、私今シーズンはこれ来ちゃうなっていうのがあって、まあ、昨シーズンもずっとダゾーンでなんですけど見てたんですけど、ロアッソ熊本、ロアッソくん来ると思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、じゃあイジリさんお願いします。
私はちょっと下から、そう確かに熊本が明るくって、あのサポーターさんもすごい明るいイメージなんですよ。一回バンフォーレ甲府であの熊本戦の時にあのサンバの衣装ですごいセクシーな格好した女性がこう踊るっていうのがあって、普通みんなこう外から見てるじゃないですか。ロアソのサポーターさんって一緒になって後ついてこうずっと踊って踊り始めちゃったんですよね。すごいなと思って。であとあのよくユウさんが教えてくれるんですけども、ハロウィンの時の力の入れ方が熊本さん面白いですよね、サポーターさんの。そう、めちゃめちゃ面白いですよね。なるほど。エースを狙いのお蝶夫人がいたりとか、でしかもこう自分に対してセリフつけてる人とかもいたりして、発想が面白いから、ああいう明るいチームに来てほしい、ね、来てほしいな、うん。そうですね。FC 岐阜さんも挙げてますね。スタグルが美味しいし、あとここは両方とも元甲府の監督が監督をされてるので、あと中田健二さんと中森さんとかいるから、あの見てくれてたら喜んでくれるような気もするし、って思うだけな気もするけど、まあいいや。J1 の、あの、はい、J2 はもうヴァンフォーレ甲府しかない。はい、ヴァンフォーレ甲府 J1 上がりたい。上がらせてください。お願いします。で大分に関しては、はい、あの資金力が本当にこう他のチームと全然違って低いですよ、その2019年の見ると。だこういうチームが頑張ってあのもし優勝してくれたら J3、J1、J2、J1 で優勝って言ったらすごく私たちにも力になるので、うん、あの頑張ってほしいなというふうに思っています。モンテリオ山形でいい。豊富だよ。モンテリオ山形でいい。豊富だよ。この年末にこの2人の答え合わせ大さんと山形さんが両方とも上がって、ね、2人で祝勝会ができればいいかなっていう。あ、そうですね。はい。そうですね。そしたらそこでみんなでルヴァンパーティーにしましょう。ルヴァンで、はい、でその時は。あの沢口靖子のモノマネがどっちがうまくできるかっていうのを対決ね。なんでまた違う戦いが始まるんですか、そこで。私とシンディのシンディとイジーの戦いが、新たな戦いが。もうシーズン終わったらまた違う戦い始まるんですか、うん、そこ。シーズンオフは。シーズンオフはシンディとイジーの戦いが始まる、新たな戦いが始まるんです。でもやっぱりちょっとね、こうシーズン終わりぐらいに振り返りができると面白いですよね。うん、そうですね。でその時はちょっとこうやってオンラインじゃなくて顔を合わせながら話せればいいかな、はい、うん、仮想研ごっこしましょう。仮想研ごっこ。いや絶対にユウさんも笑ってるけど、ユウさんが一番好きですからね。仮想研ちゃんとあの白衣も手袋もちゃんとありますから、はい、もう一着ありがとう。はい、まずその2人の対決で、まあ、どっちがあの勝つかっていうのはちょっとまあ見てる方に決めていただくという、そういう企画がもしかしたら年末にあるかもしれないということで、はい、次の質問に行きましょうか。はい、